はようございます。臼杵ゆかです。今日も新潟県内のとある場所に来ているんですが、今日はとあるお寺様の敷地内にお邪魔しています。どこのお寺様なのか皆さんに考えながら動画を見ていただきたいんですが、もうねすんごく広いんですよ。これから様々なところを巡りながらヒント出していきますので、どこのお寺様かなというのを考えながら動画楽しんでいただきたいと思います。それでは新潟どこでしょうスタートです。行ってきます。時期になるとどんぐりがいっぱい、子供たちがどんぐり拾いに来たり、カシの木だからいい。びっくりした。これか、これが血の池です。なんか鬼太郎でもいるんじゃないかって感じですね。冷めた方のお寺が、こう側のこうの字の寺と書くお寺だと思うので、右目がこうだから左目の方はどっちにしようってことで日の戸寺っていう名前がついて、でそのこの地域の日の戸新潟の水百選にも選ばれている独根水というお水です。本当に綺麗で、そしてとっても冷たかったです。今お寺の境内の東京ドーム一つ分の敷地を開拓して、桜の木の植樹を行っているそうです。何十年後かにはここが桜の木でいっぱいになるんですって。素敵ですよね。今私がいるのが動画の中でもご紹介した血の池という場所なんですが、ここに私20年ほど前にも来たことがありまして、なぜここに来たかというと、実は奥法寺のすぐ近くに少年自然の家という場所があって、その少年自然の家のオリエンテーリングのチェックポイントの一つだったんですよ。で結構奥法寺の境内がそのオリエンテーリングのチェックポイントにいくつもなっていて、
なんだか懐かしかったです。今回本当お邪魔して、あこのなんか道通ったな、あこのお地蔵様がたくさんある場所通ったなっていう、そんな懐かしい思い出が蘇りました。あすっごい草入ってましたね少年自然の家に泊まったことがあるという方であれば本当に懐かしい場所ですので、ぜひ一度来ていただきたいですね。もう自然豊かでなんだかリフレッシュできました。後ろ血の池ですけどはい、ということで正解は胎内市木の戸にありますおっぽこじでした。とっても素敵なところでしたので、ぜひ皆さんも一度訪れてみてください。以上、臼杵ゆかでした。来週もお楽しみに。